무슨! くそ！結局私たちが勝ちました。それが嫌なら悔しいけど、でも桐生さん、行くぞ。プレイボール。俺に任せろ。来い。ってみせる。よし。ゲームセット。くそ。私たち、それが嫌。悔しいけども桐生さん、行くぞ。プレイボール。やるっす。あれ、ストライク。おりゃ、ストライク。あれ、ストライク。ノット。打ってみせる。ストライク。ゲームセット。マ
ジかよ。くそ結局私たちそれが悔しいけども、キリュウさん、行くぞ。プレイボール。任せろ。来い。よし。結局私たちそれが嫌、悔しいけども、キリュウさん、行くぞ。任せろ。来い。よっしゃ。
結局私たちそれが嫌悔しいけども桐生さん私たちがそれが嫌悔しいけども桐生さん
結局私たちそれがいい悔しいけども桐生さん行くぞプレイボールそれに任せろよくやったな。よっしゃー、やったー、よっしゃー。そんなバカな。こっちは大金をつぎ込んで選手を集めたんだぞ。世界レベルの選手を集めたのに負けるなんて、なぜだ。わけがわからない。野球はチームでやるスポーツっす。チームがまとまってないとやっぱり勝てないんすよ。うちのチームも桐生さんが来る前はチームワークなんかない弱小チームでした。でも桐生さんが来てメンバーが増えていってチームがどんどん一つにまとまっていったんす。違う。確かにうちは寄せ集めかもしれないっすけど、メンバーの絆だけは負けないと思うんす。このチームに入ってよかった。このメンバーと野球がやれて嬉しい。僕らは心からそう思えるんす。そう思えるとなんだか力が湧いてくるんす。絆。